どうもこんにちは、フェリシティです。今回も前回に引き続きバーチャファイター e スポーツの動画なんですけども、今回は、この前6月2日に IGN ジャパンの YouTube の番組、バーチャファイター e スポーツ伊藤 VS 倉部の真剣勝負、伊藤ガブリエルの無茶ぶり実況という番組がライブ配信でありまして、そちらに、まあ、運良くというか機会があって対戦で参加できたので、そちらの模様を、まあ、裏から見た様子としてご紹介します。大体の大まかな内容はその IGN ジャパンの方の動画を見ていただければいいと思います。でこちらで入室しました。バーチャファイター e スポーツの対戦がこれが成立すれば3戦目になります。まだ2戦しかやってない状態でなんと無茶なことをという、このルーム対戦をやってなかったので、まあ、それもできるならいいかなということで、まあ、早い者勝ちということで、すぐ入室しました。こちらの方、今、トーナメント戦みたいな画面が出てるんですけども、この最初の試合が、ちょっと、こちらの方に画面が出なかったんですよね。だから、何をやってるのかがわからない状態というか、まあ、YouTube の方でその対戦の画面は見られたんですけども、ちょっとなかなか自分の画面と YouTube の画面でちょっと集中できない感じでしたね。こんな風にカメラマークがバツというか、まあ、斜線で見られない状態になってましたね。でもいきなりあなたの順番になりました、ね、出ました。って感じですね。まだこの対戦が3戦目なので、もう段位というかもう 9ですよ。で使うキャラクターはもちろんパイチェンで高嵐、あ、これ自分にとってはむしろラッキーかなと思いましたね。そのあまり素早い相手と戦うのがちょっと苦手というか、変則的な動きがちょっと苦手なので、でこれ改めて自分の対戦ですけど もう完全にバーチャファイターでの戦いです。まあバーチャファイター2も含めてバーチャファイター4どころか5の戦いにもなってます。もう完全にバーチャファイターの当たり前のコンボを続けるだけという。どんどんやっていかないとなかなか強い人には退去できないと、対処できないと思いますね。張り手の打ち合いと、そのこれも本当はガードしなきゃいけないんですけどね。こちらの模様もその YouTube の方で、さっき言った番組の方でも出てますので、そちらの方を見た方がいいかもしれませんね。この感想戦を見るよりは。もちろんこの張り手の応酬というか、ね、こちらにとっても分かりやすい戦いでしたね。これも一回でも勝ててよかったです。本当に対戦ありがとうございました。私の勝ちね。Time for a combat. でこちら Ready, go! 自分の画面では、あれおかしいな、画面大きくしてなかったのかな。これしてないかもしれませんね。これその小さい画面で、そのこの時点で L1 を押せばフル画面になるんですけども、この状態で見てましたね。で、こういう状態でのチャットとか操作方法も慣れてないんで、ほぼ何もやってない状態ですね。このスタンプっていうのをなんか使えば、このトロフィーの対象にもなってたんですよね。だから、やっとけばよかったなと思いました。
他の方の戦いを見てる方が面白いですね。バーチャファイターね、バーチャファイター2で戦い方が止まってる自分にとっては、まあ、全てが勉強になるというところでしょうか。まあ、それこそこの前、まあ、自分のライブ配信の最後の方で対戦、オンライン対戦に挑戦しましたけど、あれが本当にバーチャファイターのネット対戦としては25年ぶりぐらいなんですかね。本当に24年ぶりぐらい、サタンの X バンドでのバーチャファイターリングとしての対戦以来ですから。ドリームキャストもオンライン対応になりましたけども、そのほとんどやってたのは、まあ、ゆったりとした対戦ゲーム、カルトセプトとか、またシースターオンラインも、まあ、直接対戦するわけじゃないですからね。だからああいう格闘ゲームとかの対戦はドリームキャストの時は全然しなかったので、本当に久しぶりの緊張感ある対戦でした。ああ、やられる。やられちゃいました。やっぱり基本的にはその上手い人はガードもかわしもきちんともう確実にこなしていきますよね。で、この後倉部さんが対戦する予定だったのですが、なんか中心状態が思わしくなく、なんか一旦停止して一度抜けて入るようなことになったようなんですけども、結局抜けちゃったらその時点で対戦成立しなくて不戦敗という形になってましたね。かわいそうに。まあ、その辺の状況もあちらの動画を見ていただければよくわかると思います。で、もうすぐ自分の番になっちゃったんですね。そのおかげというか、なんというか。でも、対戦ありがとうございましたって言って、退出になっちゃったんですね。でもいきなり自分の番なんですよね。前の方のサラの戦いもよく見てなかったし、もういきなり、急に来た対戦って感じで、しかもやっぱりね、もう2プレイヤーがちょっと苦手なんですよね。例に漏れず、まあ、バーチャファイターはストリートファイター形式よりはまだ2プレイヤー側に不利はないと思うんですけども、これラッキーヒットです。あとはもう、されるがままって感じですね。とにかくガードができてないです。ちゃんと、しゃがみガードできてますね。ここでもう1回勝ってれば少し落ち着けたんですけどね。ガードができたんですよ、やっぱり。これは予想外の攻撃でした。この技はあんまり見たことがない技ですね。もうダメです。完敗です。先にもうちょっとその観察してれば、ね、もうちょっと違った結果にはなってたかな。どうでしょうね。でも初戦バーチャファイター2止まりの前回バーチャファイター3
程度の知識でとか言ってましたけど、やっぱりバーチャファイター2程度の知識になってます。これがあの YouTube の IGN Japan 向こうの配信では映像が出なかった対戦です。でこちらすごい名勝負だったので、これを載せたいという意味もありまして今回の動画を作ってます。で今回そのこちらの方の設定で音楽がバーチャファイター2になってるので、そのこちらから聞こえる音楽が全部バーチャファイター2のものになってます。であとこの画面なんですけども、これ L1 でのフルサイズの画面にはしてなかったので、小さい画面を拡大してズームしてこういう状態にしてます。このせっかくの戦いがその向こうの番組で見ることができなかったっていうのがすごい残念でしたよね。この場合は最後までどっちが勝つかわからないというきちんとした戦いになってますよ。まあズームしてもそこまで荒いものにはなってないと思うんですけど、どうでしょうか。この時点ではまだジェフリー不利だったんですけどね。あとこれ PS4 の PS4 の録画機能を使って記録したものなので30フレームです。単位の状態から もうどっちが勝つかって感じですよね。前の自分の配信でも言ったんですけど、あまり知らないキャラクターが本当トリッキーな動きがあるので、自分が戦ったらかなり厳しいと思います。これも画面拡大でお送りします。ズームで、まあ別にこれは向こうのライブ配信を見ていただければいいと思うんですけど、まあ、ついてなので全部まとめてお送りします。ラウンド1レディーゴー。この戦いはやっぱりその甲子園かな、地方大会で負けたチーム的な感じでサラを応援してましたね。見てもお互いガードが本当にきちんとしてますよね。例えば今は気づいたけど、結構表示されてるキャラクターの大きさがかなり大きいんですね。その辺も昔のバージョンに比べたらかなり違うと思います。 PS3 版のファイナルショーダウンはどうだったのかな。
今の技もちょっとどうすんのって感じですね。自分がやられたら。ここまで来てもいけるかなって感じですよね。2対2。バーチャファイターいやバーチャファイター2で対応してたパイの投げ技がもうほとんどなくなってるのがショックでしたね。あっという間に意外とあっという間に決着つきましたね。これで最終的にこのジェフリーと強制的に外れる形になってしまったクラベさんが最後の勝者をかけて戦うみたいな形になりましたね。ベスト4に乗ってるのがせめてもの救いでした。今回対戦していただいた皆さんどうもありがとうございました。でこんな感じでその放送の裏ではこんな風になってました。今回はこれで終了ですけども、またこれからも自分でやったネット対戦とかの動画も上げていこうかなと思います。それではどうもありがとうございました。失礼します。